なんだ。動くな。リグレット教官。これは何の真似だ。今お前たちに動かれては迷惑なのだ。それにローレライの鍵についても聞きたいことがある。おとなしくしてもらうぞ。投げに移る動作が遅いと言っただろう。同じ間違いを二度犯すな。イオン様に何をさせるの、リグレット。アリエッタ、そこをどきなさい。イオン様に第七布石のスコアを読み直しさせるって本当なの？どうしようにプラネットスコアを読ませる。そんなことをしたら体の弱いイオン様は死んでしまう。アリエッタ、そんなの許せない。モースを動かすにはそれが一番簡単な餌よ。あなたが望むフェレストを復活のためには必要なの。わかるわね、ルーク。イオン様はアニスがここの教会にあるセフィロトへ連れてった。アニスが？アリエッタ、裏切るの？伴奏長はイオン様を殺さないって言ってたもん。裏切ったのはリグレットたちだよ。ルーク、例の隠し通路へ行きましょう。確かにアニスの様子はおかしかった。分かった、アリエッタ、ありがとう。どうしてここにモースがいるんだ。それにアリス、これは一体どういうことなんだ。それは…リグレットめ、こんなガキどもすら足止めできんとは。アニス、ここは任せたぞ。裏切ればオリバーたちのことは分かっているな。おいアニス、オリバーさんたちがどうしたって言うんだ。私はもともとモース様にイオン様のことを連絡するのが仕事なの。待ちなさい。ダメですね、反応しません。他にセフィロトへ行く方法はないんでしょうか。おい、これを見てくれ。手紙を持ってるな。ザレッホ火山の噴火口からセフィロトへつながる道あり。ごめんなさい。アニスからですわね。それにしてもモースのあの口ぶりだと、まさかご両親を人質に取られているのでは。そのようですね。まあ、もともとモースのスパイだったのでしょうが。とにかく今はアニスの手紙を信じてザレッホ火山に行ってみましょう。イオン様にプラネットスコアを読ませては危険だわ。ええ、イオン様はレプリカです。プラネットスコアを読めばその瞬間に体内のセブンスフォニムが尽きて亡くなられてしまうでしょう。そうだな、何としてもイオンを助けないと。アリエッタがいなくなってたな。リグレット教官も、あの二人どうしたのかしら。相打ちでも死体は残っているはずですからね。大佐、アリエッタは敵とはいえ私たちを助けてくれましたし、リグレットはティアの教官でしたのよ。もう少し言葉を選びなさい。これは失礼。おお、ティア、アリエッタから話を聞いたぞ。モースが同志イオンを連れ去ったそうだな。はい、これからザレッホ火山へ救出に参るところです。ところでアリエッタは怪我を負っていたのでオリバーたちの部屋に休ませている。しかし亡くなったはずのリグレットとアリエッタが現れたり、正気が復活したり、全くどうなっておるのかの。正気が復活したっていう話は本当だったんですね。うん、おかげで町は混乱している。気をつけていきなさい。
こちらも急いで火山にオラクル騎士団を差し向けよう。そうだ、どこかでオリバーたちを見かけたらすぐに戻るよう伝えてくれ。アリエッタの面倒を見る者がおらんのだ。なるほど、こいつはアニスの両親が人質に取られてるって線が濃厚だな。ああ、なんとかしてやらないとな。